私はパニコ、27歳です。今日私は人生最大の門出の日を迎えたところ。そう、今日は私の結婚式なんです。父のパニオ、母のパニカ、そして3つ上の姉パネーが見つめる中、控え室で花嫁衣装を身にまとった私は家族に改めてお披露目していました。お父さん、お母さん、お姉ちゃん、今日まで本当にありがとう。綺麗だぜパニコ。ちょっとあなた、まだ式も始まってないのにもう泣いたりしてすまんすまん。ほら、今から新郎のご一家に挨拶に行きますよ。しっかりして。ああ。早くも泣きじゃくる父をなだめる母。両親が部屋を去ると私と姉が残りました。お姉ちゃん、私のためにわざわざイタリアから帰国してくれてありがとう。ううん、いいのよ。パニコが結婚すると聞いて嬉しかったんだけど、それまでのいきさつを知ってちょっと心配していたのよ。パニコ、無理をしていないかなってね。お姉ちゃん、イタリアに住んでいる姉は私が結婚を決めたことがずっと気がかりだったようで、私が一抹の不安を抱えていることを姉はお見通しみたい。私の実家はパニー医療という小さな縫製工場、つまり洋服を製作する事業を代々営んでいます。父が代表を務め、私も母と共に工場で働いてきました。姉はデザインセンス抜群で、その腕を買われファッションデザイナーとして海外の有名ブランドに就職、現在はイタリアに滞在しているの。仕事はやりがいがあってとても楽しいものだったわ。でもね、ここ数年の不景気に加えて人手不足、材料費の高騰などのマイナス要素が重なり、工場の経営は日増しに厳しくなっていったんです。社員一丸となって頑張ってはきたものの、落ち込んだ売り上げはなかなか回復せず、工場の存続すら危ぶまれていた時、洋服を卸してきた長年の取引先である香山洋服店という地元の有名店がありがたいことに資金援助してくれることになりました。まさに渡りに船で当面の危機を脱した私たちにとって、援助を提案してくれた洋服店の香山幹事社長は頭が上がらない存在になったんですよね。そんなある日、香山社長から思わぬ話が持ちかけられたんです。え、お見合い？ああ、そうなんだ。香山社長から結婚適齢期の娘さんがいるなら、うちの一人息子とぜひ引き合わせてほしいって話があってな。もちろんパニコの気持ちを優先させたいということで返事は保留してもらってるんだが。パニコの気が向かないのなら丁重にお断りするから心配しなくてもいいんだよ。私、会ってみるわ。パニコ、ここまでお世話になった香山社長からのお話だものね。お見合いの話お受けするわ。いいのかパニコ。うん、お相手の息子さんとてもいい人かもしれないじゃない。まあ、誠実で面倒見のいい香山社長の息子さんだから悪い人ではないと思うけどね。もしかしたら運命の出会いってこともあるかもしれないじゃない。お父さん、前向きにお返事しておいてね。わかった、伝えてこよ。こうして私はお見合いを引き受けることにしたんです。両親は援助してもらった手前、いざ縁談の場になると断りにくくなることを危惧していた様子でした。こうしてやってきたお見合い日、ある料亭で社長夫妻、そして長男の圭一さんと顔を合わせたんです。初対面の圭一さんの第一印象は表情が固く、ちょっと冷たそうに見えました。はじめまして、パニコと申します。どうも、はじめまして。緊張しているのか、圭一さんはニコリともしませんでした。それだけ言って口をつぐむ彼に代わり、縁談を仕切る香山社長が話しかけてきました。見ての通り、まあなんというか堅物でね。だが仕事となるときっちりしてるんだ。親の私も驚くほどの徹底ぶりでね。今うちの会社では専務として働いているんだが、今年中に社長に昇格させるつもりでいるんだ。そうなんですね。それでだ、実は圭一は女性には点で縁がなくてね、女性の前では恥ずかしいのか苦手なのか、いつもこんな調子なんだよ。もう32歳だというのに。
まともにお付き合いしたことがないって言うんですよ。私たちはもう心配で心配で。はあ。両親にそう言われた圭一さんは表情も変えずに下を向きました。香山洋服店の2代目社長になるというのに未だ独身ってのはどうも世間に顔向けできなくてね。パニコさんみたいな女性が奥さんになってくれれば私たちも安心できるんだがな。そうですか。どうやら香山社長夫妻は私のことが相当お気に入りの様子。何が何でも私と圭一さんをくっつける気満々でした。どうにもこうにも縁談を拒否できない雰囲気ができちゃっててね。もちろんその場で婚約成立とはならなかったものの、圭一さんとは今後も仲良くさせていただくということでお見合いはお開きに。こうして圭一さんと二人きりでデートするようになった私。その初デートで早くも。パニコさん。あ、はい。結婚を前提にお付き合いってことでいいんだよね。え？お見合いの時からそうなることは分かっていただろう。お互いにそれが一番いい選択だと思うけどね。なんだか事務的というか機械的な。でもうちの方だってこの縁談が破談になったら困る。だから私は圭一さんの顔を正面から見据え返事をしたんです。はい、私でよければよろしくお願いします。そこからはあっという間に話が進みました。交際開始からわずか10日後、私は圭一さんから婚約指輪を受け取りました。大喜びの香山社長は早速結婚式の段取りを開始。私の両親も娘の結婚が決まり喜びを表していたものの、あまりの急展開に不安げな様子。まあそりゃそうかもしれないわね。だっていわゆる政略結婚の形になったわけだから。こうして出会いからわずか3ヶ月のスピード婚となり、晴れて結婚式当日を迎えたというわけです。バニコは自分の気持ちに蓋をして全てが丸く収まる道を選んだのね。お姉ちゃん、どうやら姉は全てお見通しのようですね。でもいいのよ、後悔はないわ。自分で決めたことだもの。そう。でもね、パニコ、私には見えるのよ。見える？すると姉はにっこり微笑みかけてこんなことを言ったんです。あなたが圭一さんと幸せに過ごす姿がよ。え？あなたは決して悲しんだりしないわ。幸せになるはずよ、この先ずっとね。お姉ちゃん、どうかお幸せに。うん、ありがとう。もともと不思議な予知能力がある姉が私に温かいエールを送ってくれました。もしかしたら姉なりの心遣いなのかもしれないし、いつものように本当に未来が見えていたのかもしれない。でもどっちにしても私はとても嬉しくて前向きになれたんです。そして式の時間が迫った時、私の隣で会場入りを待っていた圭一さんがこんなことを囁いたんです。パニコさん、式の前にパニコさんに言っておきたいことがある。あ、はい、何でしょうか。今後パニコさん、そしてご両親の面倒は見るが干渉はするな。互いの利害関係が一致した結婚であることを忘れないこと。はい。私はこの瞬間、さっき姉が言った言葉はやはり気休めで、私をただ慰めるために言っていたんだと確信しましたよ。それからしばらくして私たちはお互いの手を取り、祝福の拍手を浴びながら会場に入場していきました。披露宴はつつがなく進行したけど、私は冷めた気持ちでやることをこなしているだけだったわ。何の感情も持たずにね。挨拶に立った香山社長は社長の座を圭一さんに譲り、自らは会長に就くことを発表しました。息子の結婚を社長就任に間に合わせるという念願が叶ったというわけ。こうして式の翌日から私と圭一さんの夫婦生活が開始。香山会長が購入してくれた立派な家に夫婦で住み、私は実家の工場勤務を継続、兼業主婦としてスタートを切ったんです。ところがね、人は見かけによらないって言葉があるように、圭一さんの意外な一面を見ることになったのよ。二代目社長になったばかりの圭一さんは忙しいにもかかわらず家事を積極的に手伝ってくれるんです。お料理が得意のようで、これにはびっくり。すごーい。
え？こんなに美味しいシチュー初めて食べました。え？いや、そのケイチさん素晴らしいわ。いや、これは効率的に一度に栄養を取れるから。ありがとう。いや、すごいわね、ケイチさん。お仕事も頑張ってらっしゃるのに、お料理もこんなに上手だなんて、私も見習わなきゃ。いや、俺、洗い物してくるから。え、洗い物まで？ありがとう。食べ終わったら私も手伝うわね。パクパク。本当に美味しい。ケイチさんはなんだか慌てた様子でキッチンへ。私がまだ食べているのに、食べ終わった自分の食器だけ持ってキッチンへ行っちゃったわ。ゆっくりしたらいいのに。それからね、掃除や洗濯もきっちりできるのよ。嘘、このシャツのシミずっと落ちなくて困っていたのに落ちてる。朝私が驚いていると、ケイチさんが起きてきたので聞いてみました。これケイチさんが洗ってくれたの？そうだけど。すごい、お気に入りのシャツだったのよこれ。そうなの？すごいわ、落ちなくて困ってたシミがなくなってる。嬉しい、ありがとうケイチさん。ケイチさんたら、私がお礼を言ってもすぐにどこかにいなくなっちゃうのよ。そんなある日のこと、私がお風呂を掃除していると。ただいま。ああ、お帰りなさい。ごめんなさいね、お風呂まだなの。今日は少し帰りが遅くなっちゃって。そう、なら俺は食事の支度をしておくから。ほんと、ケイチさんのご飯楽しみ、いつもありがとう。なっ、ちょっとケイチさん。私のお礼を最後まで聞かずにまた逃げてしまったケイチさん。だからね、私はお風呂掃除を一旦ストップして、逃げようとしていたケイチさんの腕を掴んだんです。ちょっと待って。なんだよ。どうして私がお礼を言おうとするとすぐに逃げたり困ったような仕草をするの？だってケイチさんは下を向きました。私はケイチさんに感謝の気持ちを伝えたいの。感謝してるって分かってほしいのよ。当たり前のことじゃないか。やって当然だし、やったところでどうせ当たり前のことしただけだろって思うのが普通じゃないのかな。ケイチさんは寂しそうに言いました。私ここでようやく分かったの、ケイチさんが背負ってきたものを。だから私は言いました。ケイチさん、もうあなたは一人じゃないのよ。え？一人で会社を背負わなくてもいいし、一人で期待を裏切らないように努力をしなくてもいいの。あなたが何でも自分でできるようになったことは素晴らしいことよ。でもそれは当たり前じゃない。え？これからは私と二人三脚、苦労は二人でシェア、歓喜は二人で二倍にするの。え？できるあなたは素晴らしいし、私は心から感謝してる。あなたがしてくれていることは素晴らしいし、なかなかできることじゃないの。私驚いたもの。それと同時に心から感謝して尊敬しているわ。な、本当に？ええ、だから何でも一人で背負おうとしないで。これからは二人で支え合っていくのよ、私たち。だからね、私の感謝の気持ちを素直に受け取ってちょうだい。な、ああ、でもそのなんて返事したらいいか。どういたしましてって言えばいいのよ。そしたら私はあなたに気持ちを伝えられた喜びで、さらに幸せな気持ちになるし、心が満たされるわ。それにね、これだけは覚えておいて。あなたは私に、面倒は見るが干渉はするな、そう言ったわよね。ああ。その時は傷ついたけど。そんなつもりじゃ。わかってる。今はわかるようになったわ。あなたは私に迷惑をかけまいとして、自分のことは自分でするつもりだった。私の人生を奪ったみたいに思っていて、とにかく一人で何とかしないと、そう思っていたのよね。私あの時にははいって言っちゃって、一度は承諾したけどやっぱりやめた。どういう？あなたのことは私が幸せにする。思いっきり面倒を見てもらうし、面倒を見るし、これでもかってくらいに干渉する。私がそう言ってニコッと笑うと、
圭一さんの目には涙が溜まってきました。そしてありがとう。どういたしまして。出会って初めて言ってくれたわね、ありがとうって。いしし。そこから私たちはお互いに本当の意味で惹かれ合うようになり、愛情が日増しに強まっていきました。圭一さんも女性と恋愛に不慣れで、不器用ながらも私に真摯な愛情を向けているのが伝わってくるのよね。この人で本当に良かった。そんな実感がようやく私の中で湧いてきました。それからはいいことばっかり。え、帰国して独自ブランドを立ち上げる？イタリアにいる姉から一本の電話が届いたの。そうよ、ついにこの時がやってきたわ。イタリアでファッションデザイナーとして脚光を浴びていた姉は、満を持して日本で新ブランドパニーを立ち上げることになったんです。で、新ブランドの商品製造をうちの工場で？うん、お父さんたちと今話がまとまったところよ。パニーの服を香山洋服店で取り扱ってもらうわね。その後、帰国した姉と交渉し、販売契約が無事成立。姉のブランドパニーを実家のパニー医療が製造、嫁ぎ先の香山洋服店が販売するということになったんです。こうして産声を上げたパニーは、イタリア帰りの実力派デザイナーの最新ブランドという話題性もあり、瞬く間に評判を呼びました。当然洋服の発注が急増したパニー衣服の業績も右肩上がりとなり、私の大切な2つの会社は相乗効果で業績が大幅アップしていったの。いいことはまだ続きました。ほどなくして私は身ごもったんです。やがて待望の長男を無事に出産することができました。生まれたばかりの男の子パニスケを胸に抱き、私は幸せいっぱい。病室には圭一さんだけでなく、私の両親、そして香山会長夫妻と家族みんなが駆けつけてくれました。パニコ、お疲れ様。ありがとう。よかったよかった。またすぐ泣く。パニスケと一緒になってあんたまで泣いてどうすんだい。とにかくパニコ、本当に頑張ったわね。孫の顔を見ることができて感無量の様子の両親、そして香山会長夫妻も。パニコさん、本当によく頑張ったわね。あー、孫ってなんて可愛いのかしら。パニコさん、あなたにはいくら感謝してもしきれない。いえ、感謝するのは私の方です。私を圭一さんに引き合わせてくれたお二人と私の両親には本当に感謝しているんですね、圭一さん。ああ、本当、出会わせてくれてありがとう。私と圭一さんがそう言うと義両親は大号泣。父のパニオはパニスケに負けないくらい泣いていましたよ。お姉ちゃん、本当にありがとう。あの時のお姉ちゃんの言葉本当になったわ。さすがお姉ちゃんね。でしょ、私未来予測は外したことがないんだから。でもね、パニコ、私は確かにあの時未来が見えたけど、今日のこの幸せを実現したのはあなたの頑張りの賜物よ。お姉ちゃん。でも不思議なものよね。ここにいるすべての人がお互いを助け合い導かれるように今日一堂に会している。いろんなことがあったけど、パニケとカヤマケが固い絆で結ばれたからこそ、パニスケという最高の贈り物をいただくことができたのね。そうね、みんな今日はどうもありがとう。そしてパニスケ、生まれてくれてありがとう。私は家族の優しいぬくもりを感じていました。輪の中心にはすやすやと眠るパニスケがいます。圭一さん、私たちの宝物を大切に大切に育てていこうね。これからもこのかけがえのない家族と共に幸せに過ごしていきたいと思います。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。